ははい皆さんこんこにちは機械系男子のけねちです今回はですね「男をあげる漫画3選」ってことでこちらを紹介していきます。でタイトルとですねまあサムネで「男をあげる」って書いたんですけどもまあ男をあげると言いつつも今回の内容としては大学生とか若い男性向けで彼女を作りたいんだけども自分は男としての自信がなくてっていう人に 向けた本ですねいつもね小説をおすすめしてるんですけども、まあ、やっぱり漫画もね学べることがいっぱいありますので、まあ、今回はね漫画をちょっとおすすめしたいと思います、はい、はいではね、えー、早速紹介していこうと思うんですけどもサムネを見たらね参戦どころじゃなくていっぱい漫画の表紙が貼ってあったと思うんですよ で、あれ全部がね、えー、紹介したわけじゃなくて、まあ、実はね、あれはフェイクで、真ん中のうちの3冊が、僕が本当におすすめしたい、えー、男をあげる漫画3選なんですよ。で、それをね、今からちょっとサクッと言っていきます。で最初にですね、まず3冊全部いっちゃいます。それがですね、1冊目が、モグラの歌です。モグラの歌。で、2冊目が、えー、宇宙兄弟ですね。で、3冊目が、アフロ田中です。この3冊を僕はですね、おすすめしたいと思います。 はいではここからですね、えー、この3冊の漫画のそれぞれの良さを言っていきたいと思いますでまずですね宇宙兄弟からいきましょう宇宙兄弟からいきます、えー、これはね人間としてね人間力を高める本になりますね漫画になりますでこの宇宙兄弟のすごいところとしてはそのいつの間にか高校生とかまでに、えー、こびりついてきた固定観念ですね例えばまあ多数決が、まあ、物事を解決させる まあ結構いい方法だとか、あとはそのお金をかければいいものができるとかっていう、そういうね、高校生まで生きてくると、だんだんまあそれが当たり前だよねっていうふうに思っちゃってる、固定観念っていうのを、パリンって割ってくれるんですよね、ガラスを割るかのように。それまではね、本当にその固定観念しか見えてこなかったのが、主人公のある一言によって、その固定観念がきれいにパリンって割れて、ちゃんと本質、一番大事なものっていうのが見えてくるんですよ。それが本当にすごいところででねなので その固定観念をぶち破ってくれるというか、まあ、パリンって割ってくれる漫画になっているので人としてのね人間力が高められる本ってなってます。でえー、次ですねアフロと中の良さを 紹介すると、恋愛においてですね、持てない男子が女性に対して攻めるか守るかみたいなそういう選択肢があるとしますねで。持てない男子なんで、まずね、攻めはね、あんまり選択肢に入ってこないんですよ。まあ、なくはないんですけども。だから、結構守りたいんだけども、守りに入ってるってことを女性に気づかれてしまったら、多分、女性から幻滅されるだろうなっていうことで、持てない男子はどうするかっていうと、攻めでも守りでもない中間を行くんですよ。で モテない男子がこれが最適解だっていうふうな答えを出すんですよそういう行動をするんですけども実はそれが一番ダサくてかっこ悪いってしかも女性から簡単に見抜かれてしまうっていうのがね結構そういうのがあったりとかしてそれをね漫画の中で教えてくれるんですよねそれもねちゃんとその説明というかなんでこれがダメなのかとかで女性から見たらこういうふうに思われてるとかっていうのを、えー、哲学とかも交えながら教えてくれるのでそのモテない男子はまずねこの漫画を読んで NG 行動っていうかダメな行動をまず失敗例を、ね、全部学んでくださいで失敗例を、ね、見せてくれるのがこの漫画のすごいいいところなんですよね失敗例を見せてくれるし正解も教えてくれるんですよ一応これは本当にね彼女が欲しいんだけども全然彼女ができないどうしたらモテるんだみたいな、えー、ことに悩んでる人はぜひ読んでほしい漫画ですねで最後モグラの歌の良さとしてはこれはですねそういう裏社会においてはですね裏社会における二択っていうと 多分想像つくと思うんですけども、えー、ここで死ぬかもしくは命だけは助けてやるから俺の手下につくかみたいな、えー、そういう二択がありますねだから潔く死を選ぶかもしくは成り下がるかっていう二択が与えられるんですけどもまあ与えられた二択じゃなくてですねそれを超えるもうぶっ飛んだ誰も思いついてないというかもう予想だにしない攻めた答えによってその窮地を乗り越えていくというかまあ、くぐり抜けていくっていうのがこの漫画の面白いところで 要はね、急ぎよくね、その死を選んだりとか、まあ負けを認めらは、まあそれはそれでかっこいいんですよ。でもそれ以上に攻めた答えで、それを窮地を乗り越えていくのがね、結構楽しいですし、読んでる側としてもね、いや、ここはもう絶対絶命だろってなるんですよ。で、それをね、なんとかこうにかね、その、主人公のアイデアだけで。主人公ってそん全然凡人で、なんか格闘技やってたとか、身体能力がずば抜けてるとか、全然そんなんじゃなくて、本当にただの凡人なんですよ。凡人なんだけども、発想力はね、もうえげつなくて、 誰も思いつかない面白いアイデアで、えー、くぐり抜けて、えー、窮地をね、切り抜けていくのが面白いんですよね。でね、これ、ヤクザ漫画で言うと、ファブルっていう漫画があるんですよ。で、こっちもね、結構いい漫画で男が磨けるんですけども、ファブルはね、主人公がね、最強すぎて、主人公が来たら、まあ、なんか勝ち確というか、危ないんだけども、まあでも勝つだろうなって思っちゃうんですよ。で、対してですね、モグラの歌のいいところは、主人公がまあ凡人で、優れた身体能力があるわけじゃないんですよ。で えー、その中で主人公の実力とかアイデアだけで切り抜けていくっていうのが、ね、読んでる側としても、あ、すごいなってあ、そんな答えあったかみたいな感じなんで。まあ、ちょっとね、漫画なんでね、まあ、非現実的なとこはあるんですけども、えー、当然ね、そういう漫画なので、まあ、運とかもあるんですよ。でも、えー、そういうね、窮地の時にたまたまその仲間が助けに来てとか、たまたますごいいいことが起こって、運によって救われるっていうのもあるんですよ。そういう漫画もいっぱいあるんですけども。でもね、モグラの歌は、 主人公の実力とかアイデアが8割で、まあ、運による助けが2割ぐらいで、ギリギリき切り抜けていくっていうのがいいところで、えー、同じ作者の漫画で、劉頬っていう漫画があるんですよ。劉頬もね、普通に男が磨けてね、すごいいい漫画なんですけども、劉頬の場合はね、運が5割ぐらいですね。だから5対5ぐらいで、主人公の実力もあるけど、でも運が5割で、運が強めなんですよ。でそれに比べて、モグラの歌は、運が2割ぐらいなので、主人公の実力で切り抜けていく。 っていいうののは結構でかいので、まあ、かかまなり僕としてては好感が持てる漫画でですすねね最後にです、ね、なんでこの3冊を僕は選んだのかってことですねサムネイルにいっぱいねあの名作って言われる漫画がいっぱい載ってましたけどその中からなんでこの3冊を選んだかっていうとこの3冊ともですねまず主人公が凡人なんですよ凡人かつ普通に現実世界で起こって生身の人間の世界なんですよだから ワンピースとかナルトとかも名言いっぱいありますしいいシーンがあるんですけども結局その窮地を乗り越える時に能力ありきで切り抜けるっていうのがあるじゃないですか当然ね主人公の実力とか面白いアイデアもあるんですけどもでもやっぱりそれは能力ありきの解決方法になってるからなんとなくですね、まあ、現実世界ににおいいてちょっと応用がしにくいんですよなのでやっぱりその生身の人間で自分の体一つで乗り越えていく頼れるのはもう自分の生身の体だけなんですよ 自分しか頼れないっていう状況でこれら3冊は切り抜けていくので、まあ、現実の中ででもやっぱり結局は自分しか頼れるものがないから自分の体とかアイデアでもどうにかしていくしかないっていうそういう姿勢で描かれているので僕はやっぱこの3冊をおすすめしたいですねまあ何か気になった漫画があれば読んでみてほしいなって思いますで、えー、さらに言うとですね今回紹介した3冊のうちの2冊「モグラの歌」と「アフロ田中」に関しては 実は、ね、マンガワンっていうアプリを入れればこれでね毎日1話ずつ無料で見れるんですよなので僕はねこれによって「モグラの歌」も「アフロ田中」もそれぞれ2週ぐらいするんですよモグラの歌に関しては3週したかななのでそのポイントをね貯めて読むこともできるので、えー、ある時はそのポイントを使って一気読みしたりとかもできるので、えー、ぜひですね今日からマンガワンを入れてモグラの歌と「アフロ田中」に関しては読み始めてもらいたいなって思います で宇宙兄弟はね、ちょっと探したんですけども、まあ、無料で読み切れるような漫画アプリなかったので、スタヤとかゲオとか行ってコミックレンタルで、まあ、一気読みしちゃうのがいいかなって思います。はい。なので気になったものがあったらぜひ読んでみてほしいなって思います。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。